はい、どうも、始まりました。文書の部屋。私、総帥の秘書、ワッシャーでございます。よろしくお願いします。そしてこちらは、我が総帥。はい。いやー、総帥始まっちゃいましたね。始まったね。記念すべき第1回目です。わわわわっしゃーわっしゃーわわわわっしゃーわっしゃーわわわわっしゃーわっしゃー総帥、今日は紹介したいアプリがございまして、はあ、食べチョクっていうアプリでございます。総帥ご存知ですか？何それ？このアプリはですね、こだわりを持った生産者から直接お取り寄せできて、しかもオーダーを受けてから収穫し水揚げをし、最短24時間でお届けするため、新鮮なまま食卓に並べることができるんですよ。ほへー。しかも食べチョクでは生産者のプロフィールや栽培方法などを確認した上で購入することができるので、とっても安心なんですよね。ほへー。ここがポイントなんですけども、また中間業者も介さないため、生産者に利益が還元されやすいシステムになっているんですよ。ほへへー。こういうコロナ禍という状況で私たちも応援できると思うんですけども。うん。わっしゃ、総帥にぜひ食べていただきたい商品をこのアプリで購入しました。せい。タイごま茶漬けでーす。はあはあ。この商品のおすすめポイントは、マダイの鮮度を徹底管理し、一尾ずつすべて手作業による生け締めをしています。餌にもこだわっていて、ポリフェノールを配合したのを与えているので、生臭さがなくなり、とっても美味しいんですよ。マダイの鮮度に大変こだわった一品でございます。食べてみてください。総帥、召し上がりポック、食すポック、クック、わっしょー。お酒の後のね、締めにもぴったりですね、これは。
雑炊ってお酒飲むんですか？結構なもので。あ、らしいです。いや、ちょうどいいですね、雑炊。まあね。すごいね、このタイが。タイがプリプリ。あれ、どっかで聞いたな、このコメント。聞きましたっけ？タイが柔らかい。うん。歯がないポックンでも食べれます。雑炊が気に入っていただけて本当に私は良かったです。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさま。いや、美味しかったですね、雑炊。美味しかったね。雑炊も気に入って美味しく召し上がっていただいたので私はとっても嬉しかったです。うん、さてですけれども、今回タイごま茶漬けを召し上がっていただいたんですけれども、この商品の評価を雑炊にしていただきたいと思うんですよ。ちなみにワッシャーは、5分酒中 4.5 分酒です。うん、とってもね美味しかったんですけど、ちょっとね薬味今回乗せれなかったんで、次回はこの薬味もね乗せたらもっと美味しくなるんじゃないかなと思って 4.5 させていただきました。ではいざ雑炊の評価をお願いします。ポカマイフッシューフッシューフッシュー。雑炊の評価は 3.5 分酒でーす。雑炊 3.5 分酒ということで、いかように？ちょっと辛口になっちゃったね。あー、確かにちょっとね、タイの方の味がしっかりしてましたんでね、薬味を入れたらよかったかもしれませんね。なるほど。そうですね。入れたらまたちょっと味が変わって、さらに美味しくいただけたかもしれませんね。うん。ということで、雑炊はタイごま茶漬け、今回 3.5 分酒いただきました。ありがとうございました。うん。今日も終わりましたね。終わったね。皆さんありがとうございました。今回、使用した食食のアプリで購入したタイごま茶漬けは概要欄の方に貼っておきますので、よろしかったら皆さんぜひご覧くださいませ。そして、SNS、Instagram や Twitter、TikTok などもされていただきますので、またよろしかったらそちらの方もぜひチェックお願いします。ではチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。またねー。